お、雪降ってるな。皆さんおはようございます。和道です。今日はですね、2019年の2月の11日かな、2月の11日月曜日、雪降ってんじゃん。時間は8時40分です。今からロードワークやります。ちょっと粉雪降ってますね。よろしくお願いします。映像と音声問題なかったら教えてください。雪か、まあ、雨にも負けず風にも負けず雪にも負けず頑張りましょう。今日もね5キロ走ります。タイム2連続で30分ちょっとオーバーしちゃってるんで、今日こそ30分切れるようにしたいと思います。最近ちょっと調子悪いんでやりきりましょう。応援してください。走ってる間はコメント読めないんで、あの応援コメントしてくれると嬉しいです。あとタイムキーパーやってくれる人いたらありがたいんで、1分経過2分経過ってタイムキーパーお願いします。じゃあコメント読み上げつけます。10分から走り始めます。なんで30分切れなくなってんだろうね最近。今日も雪か。雪降るほど寒いように感じないけどね。これから冷え込むのかな。ちらほらそんなに寒くないのに雪降ってますね。なんだろう、家伸びてきたな。25回を5キロやってるから125キロ目か。今日は絶対30分切ろうね。最高マックスが26分40秒かな、ベストタイムが。なんで急に3分も遅れるようになったんだろうな。体調が悪いのかな。結構本気で頑張ってんだけどね、毎回。今日は30分切って28分で走れたらかっこいいかな。見えてる？みんな映像と音声問題ない？ちょっとコメントがないと電波障害なのか分かんないんで、ワドツーって一言書いてくれると問題ないよとか、ワドツーって書いてください。枠が始まった時は記録が残せないかもしれないんで、放送ついてるかどうか分かんないんで。
今日もミースケから買ってもらったトレーニングウェアで走りたいと思います。ナイキのいいやつです。ナイキ。寒いな。寒いな。今日タイムキーパーいないか。おはようございます。おはよう。そう。いや、走るとき日中に走りたいからこの時間起きてるだけ。アキエさんはコツ。寒いから何で。ねえ。YUYA3 捨て頃まであと4ヶ月か。早いだ。一新宿万産片岡こいこいこい。あと4ヶ月だね。そっか、6月だもんね。早いな。アキエさん、柔軟運動しっかりで。うん、ありがとう、アキエさん。誰かタイムキーパーやってくれる人いたら嬉しいです。10分から走り始めるんで、10分から11分になったら1分経過2分経過ってタイム測ってくれるリスナーさんいたらありがたいんで。ニンニ、簡単だよ。11分になったら1分経過、12分になったら2分経過って1分を測ってコメントで教えてくれるだけ。走ってる時文字が小さくて読めないんだ、メガネかけてないから。だから音で教えてほしいの、1分経過2分経過って。ボンが今日いないのか。マブちゃんさん、ワドさん、おはようございます。目クマすごいね。おっさんだよ。そうそう、雪降ってる。少しうっすら粉雪だね。もしタイムキーパーやってくれる人いたらお願いします。誰かいないかな。ニンニ、三家のことやりながらでずっと見てられないからね。タイムわかんないと走ってる時飛ばしていいのか落としていいのかわかんないんだよね。誰かいないかな、やってくれる人。アキエさん50分。いや、50分じゃなくて1分経過2分経過って10分から1分カウントしていってください。で、いや1分経過2分経過って書いてくれるだけでいいです。だいたい30分以内にゴールはするんで、1分経過2分経過って10分から走り始めて11分になったら1分経過、放送時間が11分ですね。今8分じゃないですか。10分から走り始めます。放送時間10分から、そこからの秒数を測ってくれると、秒数というか1分ごとに測ってくれるとありがたいですね。じゃあ走り始める準備します。今日の目標タイムは28分台、絶対達成したいと思います。30分切りましょう。最近30分切れなくなってんで。アキエさん、OK、ありがとう。アキエさん、1分経過2分経過ってやってください。じゃあ30秒前です。そのタイムに沿ってスピード調整してるんで、あとはまあ頑張れとか応援してくれると嬉しいです。走ってる時にコメントは拾えません。誰か代わりに返信してください、質問があったら。じゃあ5秒前。油志さん、ゴール。
は読めないのでお願いします。明恵さんごめん、タイムラグあるから5秒前ぐらいにコメント打ってくれるとありがたいっす。明恵さん、お願いします。
番とタイムキーパーだけ気にして頑張れ。寒い、雪やばい。歯ブラシさん、ふざけたことないぞ。お茶アットさん、和道さん、おはようございます。モンさん、7分経過。了解。明恵さん11。了解。
寒い。了解。
ハーフ。明恵さん頑張れ。はい。21分経過。
信号無視はダメでしょ。歯ブラシさん、おっさん追いついてきた。じゃあ信号無視してたんだよ、おっさん。ダメだよ、ランナーマナー守らないと。じゃあ行くよ。3分4分
3分半、3分半よし。はいよ。アイデンティティさん、カンバ。アキエさん、ラスト2分。ゴール28分40秒本329分経過大見総長さんが来てみんなありがとう。アキエさん88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 8
今日のタイムは5キロ28分40秒でした。公約通り30分切れてよかったです。今日タイムキープをしてくれたリスナーさんが、アキエさん、それからいつもやってくれてる、ボンさんです。ボンさんとアキエさんにパチパチでお願いします。ありがとうございます。お疲れ様です。今日は花火上がらなかったのでダッシュはなしで行きます。腹筋行きたいと思います。ありがとうございました。よかったよかった、ありがとう、みんなありがとう。28分40秒か、ちょっとベストタイムの26分40秒まで上げてこう。ピッチ上げて、皆さんありがとうございます。ちょっとね、2連続で3分32分とかになっちゃってたから、ちょっと体調が悪くて不安だったけど、もう少しピッチ上げられたね。28分20秒ぐらいまで行けたから、今日は信号待ち込みでも、まあ、目標達成できたから良かったですね。コツコツ積み重ねていきましょう。あ、タイム左右されますよ。それ込みで僕は最終的に26分台キープできるように頑張ってます。今自己ベストが26分40秒、しかもかなりの坂道なんですよ。
高低差すごい激しくて5キロ、しかも信号待ち込みで26分台を後半1ヶ月はキープできるように頑張ります。最初50分かかったのね、一番初日50分で、その次の3日間が40分台で、10回目で30分切れるようになってってどんどんタイム上がっていってるんで、そうっすね、坂道と信号待ち考えたら今多分普通にトラック走ったらまあ26分5分はキープできると思います。ただ負荷かけたかったんで坂道の多い道選択してやってますね、平坦な道じゃなくて。だから多分今時速10キロ前後で走ってますね、時速10キロ前後で。そうかな、スタミナはもう、まあ、あの捨て頃1の頃は、あ、違う、2の頃のロードワークだと29分台だったんですよ、30分とか。だから確実にスタミナは上がってますね。まず第一課題が、あの2分2ラウンドフルで戦えるっていう試合でも、だからそれで今の毎日っていうか、まあ本番までに100回走る、500キロ走るって決めてますね。山手通りですよ、高低半端、あの高さ、まあここの土地の名前が中野坂上って言うんですよ、あの坂上なんですね。プロテイン飲んでないですね、だからもうそっから先下ってるの見えないでしょ、うん、すごい高低差激しいんですよここ、だからすごいいいですよ。そうですね、とりあえずこれはもう日課で、で、花火の数だけダッシュ、まあ、大体いつも5本とか6本とか花火もらって、それで花火の数だけ追い込んで、で今腹筋も入れてますね。小倉さんのお店、小倉さんってなんだろう、誰小倉さんって。そうね、高地トレーニングはあの血中の酸素濃度が上がるっていう、よくボクサーとかランナーとかがやってますね。試合の2週間前とかにやるんですよ、ヘモグロビン上げるんですよね。だからマスクつけて走るとか、要は肺に心拍機能負荷をかけさせてってやつですね。そうですね、あと体幹を上げるためのやつですね、僕が今腹筋やってるのは。今リスナーさんとかと話し合って、あの体鍛えてる人からあのクランチっていうやつ取り入れてます、腰痛めないように。で側筋チキンの側筋を上げる、体幹を上げるやつをやってますないっすよ。4駅走ってますね、中野坂上、東中野、落合、平井、そこが半分で、で平井から平井中野、なんだっけ、平井、落合、ん、平井、なんだっけ、もう一つ東中野、中野坂上に戻ってる感じですね。4駅行って4駅帰るっていう。
中野坂上東中野上落合か、上落合平井かな、山手通りですね。中井か、平井じゃない、中井だ、そうだ。うわ疲れた。往復で5キロっすね。ああすごい、日照旗、建国記念みたい。日照旗飾ってるんだね、自民党って貼ったから。みやびですね。あ、そうですね、あの羽衣遊園っていうところからスタートしてます。神田川ですね。羽衣遊園から中井まで行って、で中井から中野坂上まで折り返してるんで、結構距離ありますよ。5キロっすね、ちょうど。でプラス坂道プラス信号があるっていう、ここがスタートですね、羽衣遊園。ここがスタート場所、神田川ですね。この川沿いからスタートしてます。神田川ね。で西新宿の高層ビル、これをもう今日で25回走ってるんで、トータル125キロっすね今日で。まあ痩せたでしょ、顔見たら1ヶ月前と全然違うはずっすね。お腹もだいぶ引っ込んで、ここからっすね。多分ね1ヶ月で3キロは痩せたと思いますよ。これ羽衣遊園、ここいつもスタート、羽衣児童遊園、羽衣児童遊園から中井まで駆け上がって、で行きはだから16分とか17分ちょっとオーバーめに走、あの長いんですよ距離が、 2.6 キロぐらい で帰りが 2.4 キロだから、だ16分、要はハーフで15分じゃなくて16分台、まあ、できれば15分台で折り返したら、まあ、間違いなく30分切れる。でもうタイムが間に合わないのがハーフのところで、28分台だともうあの信号捕まったらアウトですね。28分はもう30分切れないんで、もう行きで大体分かります。だタイムキーパーすごい重要なんですよ。15分で走れた時に折り返しで26分台行けたんで、15分で行ったってことは11分で帰り駆け抜けたのか、あの日は12分か。そうですね、だからタイムキーパーないと分かんないんですよペースが、多分ね広角レンズ使ってるから、広角使わないともっとシュッとしてると思う、頬骨出てきたでしょ、だいぶ痩せたと思うよ。この広角レンズは歪みが出るから。お疲れ様です。東京マラソン出ないよ俺、出ない出ない。真田広之ね、俺の母ちゃん漫才コンビやってたんだけど、相方が真田広之と付き合ってたらしいよ。だからデートとかよくしたって言ってた。俺の母ちゃん真田広之嫌いなんだよね。じゃあ腹筋やりますか。おはよう、サカペコ。おはよう。おはよう。
あ、いやいや、毎日やってますよ。腹筋とダッシュとシャドウ入れる日もありますね。あー、とんでもないです、とんでもないです。ありがとうございます。こちらこそ。じゃあ腹筋いきましょう。今日は腹筋で仕上げで終わりにしましょう。お母さんね、そう、売れない漫才師だったの、若い頃。芸能界少しいたんだよね。元祖ね、おっぱい系、おっぱいレーツみたいな、おっぱい漫才師やつを。女漫才師いなかったらしいね、あの頃。ああ、もちろんもちろん。よろしくお願いします。よいしょ。いやー、くっそつまんないね。なんかね、東国原さんにネタパクられたっつって恨んでたね。花火ありがとうございます、匿名さん。花火ありがとう。俺の母ちゃんは東国原さんにネタをパクられたらしくて、そのまんま東大っ嫌いって言ってた。今、たけし軍団さんと仕事させていただいてるのに、笑うよね。母ちゃんがダンカンさんとかの絡み見たら、あれじゃん、びっくりすんじゃないの。多分知らないだろうけど、俺の母親、俺がこういうことやってんの、目の敵にしてる。金ちゃんとかが好きなんだよ、母親。たけし軍団大嫌いだもん。俺、たけしさんの番組大好きでよく見てたんだけど、怒られた。金ちゃんとかドリフ見なさいって。人生って分かんないよね。よっしゃ、じゃあ腹筋いきますか。よいしょ、いきます。クランチいきます。行きます。
あと40回、2セット。これクランチっていうやり方ね。腰痛めないで、側筋鍛えるやり方ね。チキン鍛えるやり方じゃないよ。あ、俺に言わないで、たくみさんに聞いて、それは問い合わせて。短パンって何？どんどん乾いた。もう40。もういや頑張ります。うわあ。さあ気合い入れとこ。頑張ります。ショートパンツ持ってないね。一応20を5セットにしますね。20を5セットですね。僕は。前回50を2セットやったら腰ぶっ壊れちゃってできなくなっちゃったんで、ゆっくり、徐々にペースアップしていって負荷かけていこうと思ってますね。速筋って、早い、速筋、チキンって、速い筋肉、遅い筋肉っていう、その、遅い筋肉の方は、こうやってやって、こういうやつね、ゆっくり上がって、上がりきるやつね、こうやってやって、その、今はできねえな。ぐーって、こういうやつ。こういうのは、が、その、チキンを鍛えるやり方。まあ、おなじみの腹筋だよね。今できないけど。こういう風に上がってこうやるやつ、上がりきるやつ、そうじゃなくてピクン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 ってやるやつ。まあまあベッドしょうがないよね。知らない腰回りいくつか測ったことない。じゃあラスト20いきますか。いや、人によるから分かんない、俺は。リスナーさんと相談しながらやってるだけだから。俺は、ほら、ニートだから。そういうの原田さんとかドレさんに聞いた方がいいよ。そのやり方に関しては。
体鍛えてる人に動画見せてもらったらこれの方がいいよって言われてる。今履いてるズボンのサイズ、俺はズボンは L かな。85センチぐらいじゃん、腰回り。じゃあ最後いきます。ちょっともう腹筋弱いんで反動つけちゃってますけど、後半はまあいいや。本当は反動つけたらダメなんだよ。でも上がらない、反動つけないと。いきます。じゃあ終わり、終わり、終わり。お疲れ、お疲れ様です。お疲れ様です。腹筋100、お疲れ様です。今ウエストどんな感じか見てみるか。ケツが ウエストチェックしてみよう。俺は酒飲まないよ。俺は酒普段から飲まないから。ウエストチェックしてみるか。こっち側の方がいいか。みんなアイテムありがとう。見た目チェックしよう。どんな感じの腹になったか。今こんな感じですね。ウエストは前に乗っかってたのはなくなったけど、まだ横っ腹が乗ってますね。横っ腹が乗ってるね。ここにくぼみがやっと出始めたぐらいで、まだここがねだらしないね。皮が伸びちゃってて、試合までに割りましょう。こんな感じです。今ちょっとくびれたぐらいですね。お疲れっす。 ありがとうございます。食塩さん、ありがとうございます。の水分補給しよう。そうね、雪降ってたからね、まあ、部屋の中あったかいから大丈夫だと思うけど、とりあえずさ、あのドリンク補給、喉カラッカラ、冬なのに汗ビタビタに出たもん。リスナーさんから送ってもらったポカリいただきますね。うまいんだよポカリが、薄めのポカリね。作ってくるわ。
よし、ご褒美タイム。KP、みんな KP。うまいんだこれが。まあ、いや、ニンニの住所わかんない。わかんない、覚えてない。あの、リスナーさんの個人情報は把握してるとトラブルになるからすぐ捨てちゃってる。嫌でしょ、なんか自分の住所把握されてるとか嫌じゃん。だからもうすぐ本名も把握しないで、あのすぐ破棄するようにしてるね。リスナーさんの個人情報はなるべく抱えないように、もう届いたらすぐ捨てるっていう、あのシール剥がして。送るときに教えるから LINE でよろしく。何を？送るとき教えるから LINE でよろしくって何？何言ってるか分かんない、ニーニー。リスナーさんからポカリとかたくさん届くよ。この、今日トレーニングウェアもリスナーさんからのプレゼントなし。ポカリ、ポカリは今いっぱいあるかな、ストックは。プロテインとか送ってもらえると嬉しいじゃん。プロテインがありがたいかな。うう、疲れた。まあトラブルないっすよね。筋トレありがとうございます、ケイダイさん、ありがとうございます。何があるか分かんないからね。ああ、ボン、ありがとね、いつもね、助かるよ。今日はアキエさんがさ、序盤やってくれて助かった。で、ボンがタイムキープやってくれた、アキエさんがすぐ起点聞かせてくれて、残り時間何分って。ああいうの嬉しいね。一人が1分経過ってやってくれたらさ、じゃあ俺は残り時間やるわっていう。ああいう発想がすげえいいね。なんかアキエさんすげえ気使ってくれて。そう、ボンも途中からだけどやってくれてね、ありがたかった。ありがとね。やっぱ走ってるとコメントさばけないし、聞こえてくるんだけど、ネガティブな音とか冷やかしとかすげえイライラすんの。だから、頑張れとかさ、あの、息、呼吸いいよとか。うん。ああいうのありがたいね。あ、いらないよ、いらない。いらない、いらない。いらない。みーすけ、いらない、いらない、いらない。みーすけ、いらない、いらない。いらない。キャンセルして、キャンセルして、もったいないから。履かない、履かない。ハーフパンツ。いいよいいよ、いらん。キャンセルして、ミスケ。ミスケ、キャンセル、キャンセル、いらん。これ、いらない、いらない。いや、いやいやいや、ミスケじゃねえや。あの、ニンニ、いらない、これ。ニンニ、聞いてる？これ、使わないよ。ニンニ、放送見てる？いや、いらない、いらない、ハーフパンツ。あるある、ウェアある。いや、だったら、天城風、お金の方が欲しい。聞いてる？いらんいらん、キャンセルしちゃっていい。違う違う、俺欲しいって言ってないから。いらんいらん、ウェアある。ウェア被ってもしょうがない。別の送って、別の。じゃあそれリスナーさんが短パン履いた方がいいのって言って、俺が欲しいって言うわけじゃないから。ありがとうね。いや金がいい、金が。もう、物より金が欲しい、俺今。生活がままならん。そうそう、イムタさんが言ったのをニンニが聞かせて、ああ、和藤さん欲しいんだってなっちゃったんだよ。キャンセルしてこれ。いらんよ、ニンニ。キャンセルして。いらんいらん。ニンニ、いらないっつってんのに、あの、なんか、リスナーさんが、ダニいるんじゃねえその部屋っつったら、なんか、ダニ鳥とか送ってくるし。米はありがたいかな。
キャンセルできない。いらないって、なんで、なんで人の話聞かないんだよ、ニンニ。本当に。まあいいや。そうそう。俺、ダニなんかいないよって言ってんのに、ニンニがダニいるんだって勝手に送ってくるの。そう、ニンニ優しいんだよ。ただ、ちょっと、ポンコツだからね、よくわかんなくなっちゃう時がある。うん。優しい、ニンニ。今日も朝話してたんだよ。ニンニとボンと猫の目の三大ポンコツは、なんか、パッパラパーだけど可愛いよねっていう。愛情があるよねっていう。お米はリスナーさんから届いたの。まだ5キロあるから大丈夫だよ。リスナーさんからもらった5キロ。まだ米ストックあるから。なんだろう。今何もらったら嬉しいかな。金かな。金。現金、現金がいいね。天岐阜ちょうだい、天岐阜。もう素直に金が欲しいね。ああ、もうリスナーさんから、だって、毎月15日、上半期と月末に分けてるんだけど、まだストックあるよ。開けてないやつ。リスナーさんから届いたものは、15日に開封と月末に開封って、上半期、下半期でプレゼント、開封枠やってんだけど、まだストックあるね。今日も多分もう一個届くと思う、リスナーさんから。ありがたいよね。現物支給で生活全然できると思うよ。企画でやろうと思ったら。そう、やっぱりさ、アイテム半分取られるの嫌だから、物で物資で送りたいとか言う人もいるから、まあ、例えばこういう服とか、ウェアとか、グローブとか、バンテージとか、マウスピースとか、プロテインとか、うん。届く？ああ、金もったいねえな。だったら1000円欲しかったわ。困った時はアマゾンギフト券送ってくれたら嬉しい。買いたいもん自分で買えるじゃん。そのカメラとか映画のレンズとかさ、消耗品とかに変えられるから。そう、しかもストックできるじゃん、ギフト券だったら。だったら3万円のレンズ買おうとか、貯まったら買おうとかやってるから。そう、サイゼリアの食事券とかいらない。なんかいらないもの送ってくるの正直迷惑なの。こんな言い方あれだけど、ぶっちゃけた話、なんか、着ないものとかいらないもの送られても使わないから、だったら金がいいかな。現金、ギフト券の方が、うん。正直助かるね。それだったら自分が必要な機材とかに使えるから、配信用のとか、映画とかの。もうなんかわがまま言って申し訳ないんだけど、リスナーさんからのせっかくのお金無駄にしたくないから、せっかくもらうなら。さよならダニーもだって使ってないじゃん。これだってお金でしょ？うん。そう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 。それかね、お米とか生活費に変えたいから、困った時に。ギフト券とかアイテムが嬉しいね。クオカードよりもアマギフ券が一番ベタかな。アマゾンで今買えないもんないから。だから、リスナーさんが、この部屋ダニいるだろう、わらって冗談で書いたら、ニンニが、あ、和道さんの家ダニいるんだ、大変だってなって勝手に送ってきたの。いらないってニンニって、ダニいないからって言ってんのに送っちゃうのよ。リスナーさんのコメントで聞かせ、優しいの、ニンニは。いや、ニンニ、だから今も、さっきイムタさんが、和道短パン履けよって冗談で書いたら、あ、和道短パン必要だって、俺、いらないっつってんのに短パン送ってきちゃうの。いらない、俺、違うんだよ。アスペだから、いらないもの嫌なんだよ。いらないものいらないんだよ、本当に。捨てるよ、俺。だから、キャンセルして、とにかく。ね、いや、マジで金が欲しいから。シンプルに。うん。いや、現物で必要なのとかだったらいいよ。現物で。多分、ポカリとかさ、米とか。使わない。そんなことやってたら部屋ゴミだらけになっちゃうもん。たださえ物多いのに。欲しくないものリストを勝手に作られるの。いや、ありがたいけどね。ありがたいけど。じゃあもうニンニーは付き合い古いのよ。もう5年ぐらいリスナーだから。多分この中で一番古参だよ。
ソニーのズームレンズね。いや、つべこべ言わねえで、天岐阜がもう一番嬉しいかな。うん。あとアイテム、花火とかの。ツイキャスだったらお茶爆とか。うん。いや、めちゃめちゃありがたいよ。ギフト券が一番助かる。何でも買えるよね、今の時代ね。売ってないもんないから。日本銀行系は受け取ってない。お金はトラブルになるから受け取ってない。たまにいるの、家賃払えない時とか1万円送るよとか、リスナーさんに内緒でいいよって言ってくれるんだけど、断ってんの。お金は、現金は。だったらステッカー買ってくださいとか、アマゾンギフト券にしてほしいって言って。なんでかっていうと、後々トラブルになったら嫌じゃん。そのなんだろう、俺気持ちわかるから。現金を渡したい人って本当に親身になってくれてる人だから。で、配信見てたらさ、気に入らない時もあるじゃん。ワードなんなのって。その時に絶対返せっていう発想になるから、後腐れがないように、その1000円2000円お気持ち、チップが一番いいのよ。そう。1万とか10万とか100万とかもらっちゃうと、絶対揉めた時にもう二度と見ないってなるから、だったら1000円2000円だったらさ、またなんだこいつって思ってもさ、まあいいやってなるじゃん。で、見たい時また戻ってくればいいし、リスナーさんとそういう、なんつうの、あんまりそういう関係になりたくないから、現金は一切断ってる。だったら、物、グッズ500円買ってとか、そういう風に言ってる。昔からね。そうそう。ちょっと不器用な言い方なんだけど、一応考えてやってるんだよね。昔、その、支援してくれた人とか、よくしてくれた人、全部割れちゃったの。ニコ生時代の。それが悲しいから、だったら長く見てもらいたいし、うん。ゆっくり支援してってもらいたいし。別に一撃100万じゃなくてさ、まあね、10年間で、ずっと見て花火一発ずつとかの方が全然嬉しいから。見てもらえなくなったら終わりだからね、配信は。それダメになった配信者いっぱい見てきてるもん。金引っ張るだけ引っ張ってポイ捨てみたいな。リスナーさんを物扱いしたくないの。なんか普通になんか見て面白かったからチップあげるとかお小遣いあげるの感覚が一番いい。身の丈に合ってるっていうか。爆心師がわかんないな。なんか俺は仏教で言うとこの伏せ、まさに古事記だよね。仏教用語だから古事記は、骨事記でしょ。だからなんつうの、トークチップだよね。チップ英語で言ったら、今日面白かったよみたいな、これでなんかジュースでも飲めよみたいな、まあ生活これに達人しろよみたいな、頑張れよみたいな。俺は自分のプライバシー全部さらけ出すわけじゃん。面白くないかもしんないけど、全部感じたこととか、考えたこととか、体感したことを全部シェアする代わりに、まあ、もし楽しめたり、喜びがあったり、怒りがあったり、何かがあったら、まあ、お布施いただいてるっていう、そういう感覚。だから身の丈を超えるものは受け取らないっていうか、なんか無理はしたくないから。無理をさせたくない、リスナーさんに。バクシー氏が分かんないけど、チップだよね。気持ちでやり取りするのが一番気持ちいいでしょ。気楽に行きたいし、金で揉めるほどバカバカしいもんないよ。バクシー氏ってなんだ。
電話して断っちゃえばいいじゃん。あ、お伏せとか意味なんだ。じゃあ言ってるニュアンスは正しいのか。だってホームレスに投げ銭したりさ、パフォーマーに投げ銭してさ、返せって言わないでしょ。返せっていうことは貸してるっていう感覚があるわけじゃん。借りは作りたくないの。俺は全部さらけ出す代わりに借りとかじゃなくて、なんかこう気持ちをやりたいじゃん。貸し借りなしが一番いいから。そう、別にね、ただで見てもらって全然いいけど、もし何か感じたら応援してみたいな、困ったら助けてみたいな、それくらいの感じ。借りは作りたくない。見返りだって返せるものなんか何もないもん。借りてもそれこそ嘘じゃん。貸してくれって言ったら俺はもらうよ。小豆にも流儀があるんだ。誇り高い小豆だから。サンキュー。基本的に欲しいものリストに載ってるもの以外は、天城府県以外はいらない。だったらアイテムがいい。チップがサービスを享受したことへの対価という性格であるのに対し、チップではないんだ。バクシー氏は金持ちがそうでない人に。あー、サガードね。そう、あのね、これあのイスラム教の考え方なんだけど、わかったわかった、俺がいつも話してるやつだ。イスラム教徒ってすごくて、還元の仕組みが宗教に内包してるのね。で、簡単に言うと、アメリカ人って何かサービスをやってくれたら返すって、お返しでお金を払うじゃん。違うの。イスラム教徒はお金を100万月に稼いだら 10% は自分より貧しい人だったら誰でもいいの、イスラム教徒だったら、に渡すの。必ず子供でもいいし、部下でもいいし、ホームレスでもいいの。自分より下の、所得がね、所得が下の人に対して 10% 何かで渡さないといけないというシステムがあるので、その時に面白い考えなのが、日本人とかアメリカ人の考え方って渡した方が偉いって考え方じゃん。頑張れよとか、ありがとうございますって受け取る関係じゃん。違うの。そのイスラムの考え方は、渡すじゃん、受け取る方も対等なので、受け取った方がアッラーの祝福あれって答える。これどういうことかっていうと、貧乏な人も金持ちの人も対等で、神様の下では対等だから、どっちが偉いとかの関係がないの。お金渡す方も受け取る方も神様の命令に従ってやってんの。だからその受け取った方も所得が 10%、 そのうちの 10% 自分より恵まれない人に渡すの。だからお金の還元システムができてるの。だから、なんつうの、経済が回るようになってる。無駄な金を持たないようにしてる。だからイスラム教ってすごいよ。イスラムって過激派のイメージが多いけど、世界的に超完成さ、宗教学的には超完成された宗教って言われてんだよ。だから受け取る方が偉い、受け取る方が感謝をしないといけないとかじゃなくて、両方ともイスラム教徒、アッラーにリスペクトがあればそれでいいっていう。アッラーとの約束だから。その人がどっちが偉いとかない。これは素晴らしい仕組みだと思う。
うーん、あ、緑になっちゃうんだ。なるほどなるほど。もっと色抜いた方がいいって言われたね。あと2回ぐらい脱色しないと入らないって言われた。あの歯何って知らないんだけど。ただもらうだけでも対等。対等っていうか神のもとに平等だっていう考え方なんだよ。アッラーっていうのがまあ、ヤハウェイ。キリスト教のヤハウェイなんだけど、要は、あの、神様ね。神のもとでは、ゴッドのもと、ヤハウェイ、あの、アッラーか。アッラーのもとでは平等、皆平等。偉いも貧しいもない。ただ、その生まれが違っただけっていうか、だからみんなで助け合おうっていう。だから渡す方も偉そうにしなくて、受け取る方が逆に、その、アッラーの祝福あれっていう呪文を唱えるっていう。その、神様に対してありがとう。だから、渡してくれた本人にありがとうっていうんじゃなくて、神様からこの契約を作ってくれたアッラーのおかげでこの奇跡が起きてるっていう。で、お互いにアッラーに祝福して受け取って渡すっていう関係。まあ、バクシーシー。だからそう考えると、俺はちょっと違うかな。俺はパフォーマー、キリスト教のチップに近い考えだと思う。ちょっと俺もイスラム教を勉強中だからまだそんなに詳しくないんだけど、合ってる？これで。ニュアンスは合ってんのかな？一応、独学で学んだ部分なんだけど。ほぼ合ってる。宗教の勉強は本と動画だね。本が一番いいけど、気に入った宗教学者の対談とか見つけて、そこで、あの、まず本から見て、あ、この人すごいと思ったら、対談とか今の時代あるから、その作家さんの PR で。それで、その、見るっていう、過去の動画とか。あとは、やっぱりその、宗教の人に会ったら聞くね、俺は。2時間でも3時間でも直接話をする。宗教自体が素晴らしい、どの宗教がダメとかいいとかじゃなくて人だと思ってるから。仏教徒にもいい人も悪い人もいる。神道にもいい人も悪い人もいる。儒教でもイスラム教でもキリスト教でもいい人も悪い人もいるっていう。だから俺は人だと思ってるから、あの教義自体はシステムっていうか、そのルールっていうか、そのものとしてプレイヤーがどういう人なのかを見るの。そのルールにのっとってどういう生き方をしてるのかに関心があって、キリスト教徒だから何々とか、何々人だから何々とは思わない。悪い奴は悪いし、いい奴はいいっていう。いや、カテゴリーで決めないっていうか、人そのものの直感を信じるとか見て。
俺の感覚、まあ宗教によって違うけど、俺は死んだら銀河に帰るだけって言ってるね。銀河から生まれた星屑が銀河に帰るだけって言ってる。仏教系もあるでしょ、幼稚園全然。仏教系もあるでしょ、神道系もあるんじゃないの、ないの。風呂入ろうかな、シャワー浴びようかな。皆さんトレーニングお付き合いいただいてありがとうございました、6月の23日捨て頃第1試合、みやびとぶん殴り合いますので応援よろしくお願いします。Twitter、Facebook、Instagram、ツイキャス、ふわっち、YouTube、ワド監督で、いろいろアカウント持ってるんで、 LINE とかもあるんで、もしよかったらプロフィール欄見て申請飛ばしてください。 Facebook 残り10人ぐらいしか申請できないです。皆さんよろしくお願いします。お疲れ様です。